ダグラスはかつてイギリスにあったオートバイメーカーである。1907年に創業し、1957年に買収された。ブリストルキングスウッドに拠点を置いた。特に水平対抗二気筒エンジンのオートバイとスピードウェイマシンの製造で知られていた。また、1913年から1922年までは四輪、自動車も製造していた。 ダグラス社のオートバイ1882年、ウィリアム・ダグラスとエドウィン・ダグラスの兄弟が、ブリストルにダグラスエンジニアリング社を設立した。当初はタニヤの仕事をしていたが、その後、鋳造業へと発展した。ダグラス社の顧客の一つに、ジョセフ・ F ・バーターのライトモーターズ社があった。バーターは1九百二年から1九百四年にかけて二輪車用、短気筒エンジンを製造し、 その後、フィーという二輪車用エンジンシステムを開発した。フィーの 200cc 水平対向に気筒エンジンは横置きに取り付けられ、その下にチェーン駆動のカウンターシャフトとクラッチがあり、駆動ベルトによって後輪に動力を与えた。バーターはフィーシステムを製造するためにライトモーターズ社を設立した。1905年に生産が開始され、その後間もなく、 フィーという名前はフェアリーに解消された。1916年のモーターサイクル市には、1904年のフィーが最初の水平対向に気筒エンジンであり、その後多くのコピーが作られたと書かれている。ダグラス社はライトモーターズ社のために鋳造を行い、1907年にライトモーターズ社が廃業すると製造権を引き継いだ。 1907年に 350cc のダグラスバージョンが販売された。これはフェアリーと同様にエンジンをフレームの高い位置に横置きしたものだが、その下にチェーン駆動のカウンターシャフトがなくベルト式のファイナルドライブを採用していた。1907年のスタンレーショーでは自動吸気バルブと二足ドライブを備えた V4 エンジンのオートバイで注目を集めた。 V4 は生産されることはなく、1908年のショーではエンジン位置を低くして軽量化された改良型の横置きに気筒のみが展示された。1911年頃にはエンジン位置を低くするためにフレームが変更され、1912年には自動吸気バルブが機械式バルブに変更された。第一次世界大戦中のダグラス社は、 軍用オートバイを約7万台製造するなど、主要なオートバイメーカーとなっていた。モーターサイクル誌に掲載された1916年の水平対抗に気筒エンジンのレビューには、ダグラスエンジンの2つのモデルが掲載されている。一つは、後計 60.5mm、工程 60mm の2.75馬力で、バルブは、エンジン側面に横並びに配置されていた。 もう一つは、合計 72mm、工程 68mm の4馬力のフラットツインである。この大型エンジンとの大きな違いは、オイルを油ダメに入れて、ポンプで、ベアリングやシリンダーに供給していたことである。油ダメには、オイルの残量を確認するためのガラス窓がついていた。バルブは、 シリンダーの上に並んで配置されていた。第三のエンジンは、ダグラス社がサイクルカーを念頭に置いて製造した、ウィリアムソンフラットツインで、1912年からは、ウィリアムソンモーター社の二輪車に使用するために製造された。これは 964cc、合計 85mm、高低 85mm の8馬力エンジンだった。 当初は水冷だったが、1913年からは空冷も可能になった。1920年代、ダグラス社は初のディスクブレーキを製造した。また、この頃、アルバート王子やヘンリー王子にオートバイを供給する王室令状がカ付された。ダグラス DT500cc ダグラス社のオートバイは、ダートトラックレースでも人気となった。当初は、 ディスクブレーキを搭載した1923年の RA モデルが人気となり、これをきっかけにダグラス社はダートトラックレース用のモデルを製作した。ダートトラックレース用モデルは1920年代後半から1930年代初頭にかけてサイズと出力が次第に大きくなっていった。ダートトラックレース用モデルのエンジンは 半球型燃焼室と短い合体単造のクランクシャフトを備えていた。ダグラス社のオートバイは約3年間ダートトラックレースを設計した。ダートレースで最も成功した1929年には1200台のダートトラック用バイクが販売された。エンデバーは 494cc のシャフトドライブモデルで1934年に登場した。 これも水平対抗に祈祷だったが、ダグラス社は初めてエンジンを横置きではなく縦置きにした。当時の他の会社と同様に、ダグラス社は苦戦を強いられており、他の輸送機器への多角化を試みていた。オートバイの生産は第二次世界大戦中も継続され、発電機にまで拡大された。戦後間もない1948年、ダグラス社は再び苦境に立たされ、 生産を 350cc 水平方向に、軌道モデルのみにした。これらの最初のモデルである T35 は、トーションバーを使用したユニークなリアサスペンションを装備した最初の二輪車の一つだった。1955年の 350cc のダグラスドラゴンフライが最後に生産されたモデルだった。このモデルは、水平方向に軌道でありながら、 シャフトドライブではなく、チェーンリアドライブが採用されていた。1957年に終え、スティングハウスブレーキシグナルにより買収され、ダグラスブランドのオートバイの生産は終了した。その後のダグラスは、ベスパのスクーターをイギリスに輸入し、後にジベラのオートバイを輸入して組み立てていた。1932年から1933年にかけて、 アメリカ人のロバート・エジソン・フルトン・ジュニアが自動車用タイヤを装着した6馬力のダグラスツインにより世界一周を果たしたことでダグラス社は大きな注目を集めた。フルトンはワンマンキャラバンという旅行機を執筆した。ジョセフ・バーターの水冷戦七7 0 c c の水平に気筒エンジンのバージョンが1913年に2人乗りのサイクルカーに搭載された。 当時の平均的なサイクルカーよりも優れた装備で、車体全部に配置されたエンジンから後輪へのシャフトドライブを特徴し、200ポンドで販売された。リアサスペンションは、ディファレンシャルの上にマウントされた水平コイルバネという、珍しいもので、フロントは、車軸剣嘩と、半ンダ板バネを使用していた。第一次世界大戦中は、生産が中断され、 戦後の1919 19年に再登場した時には、エンジンが 1224cc に拡大され、価格は400ポンドに、その後500ポンドに値上げされた。値段の高さのため、数百台が作られたが、売れ行きが悪くなった。現在、オリジナルの車体は残っていないが、オリジナルの部品を使用したレプリカがいくつか作られている。 1926年のバイク雑誌の表紙に掲載されたマンシマ TT レースでのダグラス車のバイクダグラス車はオートバイレースやトライアルイベントで何度も優勝を収めた。1912年のマンシマ TT レースのジュニア TT に4足ギアボックスを搭載した車両で参戦し1位、2位となった。1923年のマンシマ TT レースでは ジュニア TT とシニア TT には12台のダグラス車製のバイクがエントリーし、初めて開催されたサイドカーレースに3台が出場した。トム・シアードは 500cc シニア TT で優勝し、フレディ・ディクソンと共にサイドカーレースを制した。ジム・ホエイリーはウェットレース中のシニア TT で時速60マイル弱のファステストラップを記録した。また、 ジュニア TT でも3位に入った。1923年には、ホエリーが288マイルの距離を走る、フランスグランプリで優勝し、ダーバニオハネスブルグマラソンレースでも、ダグラス社のマシーンが優勝した。このレースでは、パーシー・フロックが2.75馬力のマシンで、平均時速43マイルで430マイルを走った。同年には、ジム・ホエリーが、 スペイン12時間レースで優勝し、アレック・ベネットが、ウェールズ TT レースで優勝した。1929年のオーストリア TT では、ルドルフ・ルッチが、ダグラス社のマシンにより優勝した。戦後、ダグラス社のロードレースでの優勝は、ほとんどなかったが、マークさんは1950年の BMRC の、シルバーストーン・サタデーで、ベロセット、ノートン、 ビーッサゴールドスターを破って優勝した。ダグラス州スポーツ六百 c c ダグラス社の伝統的な水平方向に気筒エンジンのレイアウトは1九百十年代から九百二十年代にかけて他のオートバイメーカーによって模倣された。九百十二年から九百十四年までコベントリーが製造したウィリアムソンフラットツインはダグラス社のレイアウトを採用し、 ダグラス社製のエンジン、フォーク、ギアボックスを搭載した、リッタークラスのオートバイだった。アメリカでは、1917年から1919 19年まで、インディアンが製造したモデル王や、1919年から1923年まで、ハーレーダビッドソンが製造したモデル W は、いずれも、ダグラス社のレイアウトを採用していた。 エンジンメーカーだった BMW が1920年に独自の水平方向に気筒エンジニ M2 バイト15を発売し、それからドイツのいくつかのメーカーがダグラスレイアウトのオートバイを製造し始めた。この M2 バイト15はダグラス社のオートバイ用エンジンのリバースエンジニアリングにより開発されたものである。ありがとうございます。